バイクロケ。いやー、いい天気ですね。どんよりどんてん。はい、そんな中、本日はトライアンフ東京ベイさんにお邪魔することになりました。ありがとうございます。大丈夫かな。私も不安です。ですよね、はい、私もめっちゃ不安です。バイクいつぶりでしたっけ。前回のバイクロケぶり。しかもね、今日多分乗らせてもらえるんですよ。ここの周りをね走るんですけど、環七なんですよ。環七なんて車で通るのも怖いのに、大丈夫かな、マジで心配。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。トライアンフ東京ベイの大久保と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、心配です。心配と言われると僕も心配です。早速ご案内していただきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうぞ。かっこいい、もうかっこいい。おおおでかっ。いや、いいですね、早速。ありがとうございます。もう馬ですね、これ。サイズ的には馬ですよ、これ。足がつく気は全くしないんです。これ乗り込まれたら本当かっこいいんだけどな。上にね、わーお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 、ひゃー、見て、圧巻、圧巻、ボンヌビルさんがいらっしゃるわ。あー、すごい、めちゃくちゃかっこいい。すごいですね、圧巻ですね。はい、今は特に車両が多い状態ですね。そうなんですか。ただですね、今見てわかるとほとんどが制約済み、ね、すごい、全部制約済みだ。すごい車種いっぱいあると思ったら全部制約済み。トライアンフですね、昨今のコロナの影響で、どうしても納期も遅れ気味なんですよね。一時的にドバッと入ってくると車両がたくさん見られるんです。まあ、無制約済みなので触ったりはできないですけど、うんうん、あのカラーサンプルとして見ていただけます。いや、こっちにもありますね。あー、かっこいい。どうしよう、なんか恐れ多いな。触るのが恐れ多いな。どうぞ。え、いいですか。はい、よいしょ。そうそう、でかさの割に足つきはいいなと思ったんですよね。でも重っ。重い。タンクの大きさやばくないですかこれ。すごい。いやー。タンクもそうですけど、エンジンの向きが違うのはわかりますか。エンジンの向きが違う。はい。あ、え、横についてるんですか。そうですね。あの通常は左側にあるバイクというのに、うんうん、エキゾーストは前側に行くんですよ、うんうん、あ、これが横になってるんですよね。 5500cc の排気量なので、うんうん、車並みですから。車ですね、はい、通常の向きでつけてしまうとかなり横幅が出てしまうので、バランスが取りにくいということで縦横にしています。これはどんぐらい売れてるものなんですか。これ意外と売れますよ、はい、まあ、バイク好きはそうですね。排気量2500ってもう車の中でも結構の最近だとそうですね。ですよね、はい、すごいな。勘弁してください。ね、股関節が限界です。今日はスクランブラー、僕らはなんですけど、あの今日900がご用意できなくて、はい、で1200でした。おお、はい、大丈夫かな。スクランブラーか。参考までに、はい、このタンクのカーキとシートのブラウンが可愛いですね。スクランブラーは900は乗ったことがありますが、1200は
あ、でか全然違いますね。そうですね。あ、違う。900がかなりライトなイメージ、ね、そうですね。900のイメージで乗ると1200が、はい、結構本気仕様ですから結構大きいなって感じがしますね。足つかないですね。あのペダルさんの方がいいな。よしいやいい。これは迷うやつですね。ライアンフいいですね。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。人気って、はい、トライアンフの中ではどの車種が人気なんですか。やはりですね、クラシックタイプでボンネルが一番ですね。そうですよね、まあ、やっぱイメージ的にボンネルなイメージあるのかな。試乗させていただけるということなので、はい、試乗させていただいてもいいですか。もちろんです。楽しみます。はい、トライアンフのクラシックの中で一番王道中の王道ですね。ボンネビル T120 です。おー、トライアンフって感じ。ちょっとまたがってみてもいいですか。おーおー、ずしん。これ排気量は1200です。よろしくお願いします。はい、天気めちゃめちゃいいな。おー危ない。おー、おー、これはおー、どうだ。私ライディングポジションこっちの方が向いてんな、きっと安いわ。重くてちょっと車高が高いからだな、最初にバランス取りづらいの。よっしゃー、行くぞー、海まで。気持ちいい。眩しい、眩しいぐらいに天気が良くなったわ。イエーイ。乗りやすい、圧倒的に乗りやすい。この重量感、見た目、安定感、いいな。トライアンフいいな。いいね。気持ちいい、超気持ちいい。乗ってみないとわからない。いいね。こんな気持ちいいね、バイク。久しぶりだわ。お、葛西臨海公園まで 500m、 いい感じ。おー、いいねー、この道好きって思えるぐらいに運転に余裕が出てきてよかった。乗りやすい。なんか T120 ちゃんと仲良くなれてる感じがする。あー、すごい、森の匂いと潮の海の匂いがする。すごい、観覧車も見えた。このヤシの木の感じとかすごいいいけどね。もっと気持ちいいとこ行こう。いいね、なんかだんだん仲良くなってる感じする。最初はちょっと近寄りがたいかななんて思っちゃってごめんね、 T123。 最高に楽しいぜ、バイク最高。前回の箱根が何だったんだってぐらい、まあでもあれがあったからこそ今日の私がいるな。いやー、車の通りが激しいぜ。今私、都心をバイクで走ってる。トライアンフ、ボンネブル、T120 で走ってる。最高。なんで私こんなにバイクの心配がなくなったんだろう、運転の。でもダメね、気は抜いちゃダメよ、気は抜いちゃダメ、気は抜いちゃダメよ。
いっぱいにすることがなくなってきてるな。大事だよな。おー、いいねいいね。風車も見えてきた。なんて気持ちいい道なんでしょう。天気にも恵まれていい日だ。ただ安心するとお腹が空くっていうけど、マジでお腹空いた。どうしよう、いや本当なんか最初やっぱ重くてグラッとしたんですけど、慣れるとめちゃくちゃ乗りやすいですね。これ乗ってる私決まってます、決まってます。ただ、はいはい、逆光で綺麗に撮れてないここまで来たのそれは、はい、まあ、日の問題はねしょうがないです。バイクで来るべき場所って感じですね。ここまでせっかく来たので、うん、あとちょっとフジテレビに行けるみたいなんですよ。出た行ってきますか行きましょう。バイクで行くのは十何年以上前以来なんで、あそこはね走りやすいのよ。台場はフリーになってから初めてですよ。楽しみだな。じゃあフルスにバイクで乗りつけてみた。はい、フルスにバイクで乗りつけてみた地でヘルメットのシールドを吹っ飛んで死ぬかと思ったのを再現をするのところだった。イエーイ、気持ちいい。おお、ゲートブリッジか。ゲートブリッジ、イエーイ。お天気も良くて最高。太陽に向かって一直線ですよ。まさにゲートブリッジの恐竜の顔の間のとこ今、わあ一番てっぺんにいます。風が気持ちいい。やっぱ走るとこの風が最高なんだよね。バイクってこの風を切る感じってのが楽しいんだもんね。見えてきた、球体の頭のてっぺんが見えてきた。実は台場は娘を連れて毎週のように遊びに来てるんですけど、全然違った景色に見える。みんな元気か。まさかフジテレビを辞めてフリーになって YouTube チャンネルを始めてバイクに乗って古巣に来るなんていう展開になるとは全く思ってなかったんで、人生何があるか分かんなくて面白いですね。
帰りましょうか、はい、安全運転で、はい、お家に帰るまでが遠足ですから。チャンネル登録この後に及んでしてない人なんていないよね。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。